んにちは、サーナです。私のダンスレッスンではクラシックバレエやジャズダンスを基礎としたウォーミングアップをして、アイソレーション、部分的な動きの訓練をしてから、いろんなステップをしたり、体の動かし方、そしてリズムの取り方などを練習していきます。だんだん難しいテクニックを教えていくんですけれども、大きいジャンプや回転などを踊ってて楽しいと思えるような、そんなダンスを一緒にやっていけたら嬉しいです。はい、踊る時の服装なんですけれども、こんな感じの T シャツとか動きやすい服で大丈夫です。 G パンは NG です。そして髪の毛は長い人は最初の方はくぐってください。だんだん慣れてきたらね、こう髪の毛を使って表現したりとかいうこともできるので、くぐらなくても大丈夫です。で、一応靴下かタイツ履いておいてください。裸足でもいいんですけれども、回転の時にちょっと回りにくかったりするので、靴下がおすすめです。あとは水分補給できるようにお水かお茶用意してください。汗拭きタオルも忘れずに。レッスンの最後にある振り付け、コンビネーションでは、私はオーソドックスなジャズダンス、シアターダンスと呼ばれるようなものから、美しいバレエを基礎にしたコンテンポラリージャズ、そしてフリースタイルやヒップホップなど、いろんなジャンルをやっております。いろんな表現力を身につけて、人生を彩りよくしていただけたら嬉しいです。ではダンスレッスンでお待ちしております。